集会が始まるのは2時からっていうのは100も承知なんですが、皆さんの顔を見かつこの裁判を全力で応援しようと思ってやっていきました。この間13兆以上 の、 判決、株主代表訴訟で役員はお金を払えというのが出ました。それだけ被害が大きいことと責任を取れということだと思います。でこの住まいの権利、避難者の居住権を守れというのもまさに責任取れと、ちゃんと保障せよということだと思います。この裁判、それから子どもたちの甲状腺がん の、 裁判を含めて全力でまた国会で質問したり一生懸命取り組みますので、心から一緒に頑張ろうということを申し上げにやっていきました。社民党参議院議員福島瑞穂です。国会に戻れたので頑張ります。ありがとうございます。頑張ろう。はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。ちょっと今日国際会議場でですね、ちょっと勝手がですね、非常に難しいなと思ってますけども、司会を務めます事務局の瀬戸と言います。よろしくお願いします。とにかく今日はですね、今日の目的としては、このカラーの、事前にそのいろんなところに送らさせていただいているようなその記者新聞に出ているようにですね、7月25日に、この原発事故避難者住まいの権利裁判ですね、この第1回の、審議に入りますね。それを要するにその103大法廷で、おとといの、ね、13兆円のですね、その判決と同じその法廷で法廷いっぱいにしたい、そういうことも含めてですね、この裁判の内容がやっぱり十分、この社会運動の中で周知まだ、ね、しきれていないということでですね、先月末にですね、福島県議会が僕らがこの裁判の提訴を行ってですね、精神的な賠償請求の提訴を行ったと。その直後にですね、その福島県がですね、県議会の方に逆にその国家公務員住宅からのその退去とですね、要するにその賠償請求も含めてですね、その県議会の方で議案を挙げて議会で可決されていると。そういう状況を受けて6月29日の日にですね、追加提訴を行ったと、そういう経緯になります。そのことは後で詳しく、弁護団とかですね、熊本さんや村さんの方からも報告があると思いますけども、その内容について今日本当にとにかく知っていただいて、その7月25日の、裁判に入ると、そういう続けです。で、ここに出ているようにその避難者の居住権を守れというふうに書いてあります。僕は普段今反貧困ネットワーク活動してますけども、この日本は日本社会自身がですね、いろんな形でですね、この原発避難者もそうだし、京都のトロとですね、もう僕らが取り組んでるその若者の貧困も含めてですね、本当にその居住の問題は全くこの日本については保障されていないと。この根底の中でどんどんその住まいが奪われたという問題も含めて、社会運動としてぜひ広めてですね、取り組んでいきたいなというふうに思っています。今日2時間になりますけども、よろしくお願いします。今日弁護団も何人かも来られていてですね、原告の皆さんも、来られます。そこで、その原告の思いも含めて紹介をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ一番最初にですね、この間の、この住宅支援の打ち切り、住宅無償提供の打ち切りからですね、現在 の、 その経過報告ということでですね、この、支援する会の、代表世話人で、被団連、それと避難協力センターの熊本さんの方から、約、15分ぐらい、報告いただきたいと思います。皆様、今日はおいでいただきましてどうもありがとうございます。避難者の熊本です。これから皆さんに最後にお配りした資料、住宅問題の1というのをちょっと見ていただきまして、それに沿ってお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。実は13日の東電の株主に対する
当店の幹部に対する株主の訴訟についてたまたまきちんちゃんと判決を聞くという機会に恵まれまして、とても嬉しかったと思うんです。で裁判長がですね、閉廷しますと言った後にですね、傍聴席に立っている人たちがみんな立ち上がって拍手をしました。で、私も裁判所で拍手をしたなんて全く初めてのことだったんですけど、本当に嬉しいと思いでいっぱいです。で、今日はその勢いでもってですね、今日よろしくお願いしたいと思います。で、日本の原子力政策に関して、4年前に亡くなった吉岡仁さんはですね、過去になされた数々の意思決定を検証するときに当惑させられるのは、意思決定プロセスそのものが多くの場合不透明であるということだというふうに述べています。で、私たち原発避難者、それから被害者にとっては当事者であるにもかかわらず、意思決定プロセスから排除されて従うことしか求められていないという現状があります。で、これは私は極めて理不尽なことだというふうに感じています。で、今回その国が避難者の東雲と埼玉にいる国家公務員宿舎の人たちが福島県に対して賠償請求をした。で、その経緯についてですね、皆様にご説明を差し上げたいと思います。で、資料に基づいてお話をいたしますので、手元にご覧になった上でお願いいたします。2011年3月11日に東日本大震災と東京電力福島原発事故がありました。で、この6日後にですね、3月の17日に福島全域に災害救助法が適用になります。しかし、その全国に広がった避難者に対してどういうふうに住まいを確保していくかということはですね、全く法律に書かれているような状態ではなかったんですね。で、各地に広がった避難者に対して提供された住宅というのは、公営住宅の場合は地方自治法の中にあります目的外使用という規定によって供与されて、それから国家公務員宿舎に関しては国有財産法という法律がありまして、で、そこにですね、地方公共団体が災害発生時に応急措置等に供するときは無償で避難先自治体に使用許可できるという規定があるんですね。それに基づいて供与されていったわけです。で、東京の場合は国家公務員宿舎の合同宿舎の、これは情報提供数ですけれども、2124戸でした。で、入居者数は717戸です。で、これはですね、平成24年度の会計検査院報告に載っている数字です。で、2013年、平成25年ですけれども、その4月の2日に、復興庁、厚労省、国交省の3省の通知というのが出されてまして、そこでは仮設の提供の延長は福島県が判断するという通知だったのですね。で、それによってですね、初めて区域外避難者の住宅についての規定が生まれたんじゃないかと私は思っております。これは言い換えればですね、打ち切りを判断するのも福島県の知事だということを決めたということです。で、2015年の6月の12日に閣議決定がありました。それは福島復興促進という決議です。この3日後の6月の15日に福島県知事が2017年3月末で区域外避難者の住宅提供を打ち切りを発表いたします。この決定というのはたった15分間の福島県の会議で決定されました。で、2016年の1月には福島県が住まいについて、区域外避難者の住まいについて意向調査を行っています。で、福島県はずっと今までもですね、実態調査をやったことは一度もなくって、いつも意向調査でした。
理工調査と実態調査は違います。実態調査できちんと測る、実態を掴んだ上で出される施策と、それと福島県がずっとやってきた移行調査に基づく施策というのは違うはずです。でこの時の結果ではですね、高い、非常に高い回収率でして、それで伺い知れるのは妻についての不安がとても大きかったということです。でこの年7月から9月にかけて東京都の場合は自主避難者向けの都営住宅の入居者の募集がありました。これには収入要件と世帯要件がありまして、世帯要件と収入要件両方を満足しないと応募ができないという規定です。で収入要件は最高が21万4千円ということですね。で世帯要件としては一人親世帯、子どもは20歳未満であること、それから高齢者は60歳以上が該当する。で心身障害者と、それから子どもが多い世帯、これは18歳未満の子どもが3人以上いる世帯ということです。で小さい子は未就学児が2人以上という非常に厳しい要件があったので、入居できたのは300戸の募集でしたけれども、142世帯しか入れませんでした。で今非正規で働いている方が非常に国が避難者が多くて収入が低くて、そして63未満の方が結構いらしてて、その方たちはもう生きどころを失ったということになってしまったのですね。でそれに対して12月22日に福島県が全国の国家公務員宿舎に入居する国避難者に当分の間最長2年ですけれども、現在の住まいに有償で継続できるように国に要望して認められたと移行調査を開始しまして、そして翌年の2月の24日に福島県が継続入居希望者に申込書と誓約書、それと貸付概要書面というのを送って、そこで申し込みをして誓約書を書いてくれというふうな義務手続きになりました。でところが3月の27日にですね、契約書の作成が遅れていると、で東京都に対して退去届を出してくれという通知が福島県から流されました。で3月31日には福島県基金財務省から国有財産の使用許可書が出ております。で次のページを見せていただきますと、4月以降のことが書いてありますが、4月になってから福島県から国家公務員宿舎セーフティーネットを使用貸し付け契約書という書面が届きました。で都にもうすでに退去届を出していくことであり、民間の家賃の高いところにとても引っ越しができないということで、この人対象となっても一度申し込んだ人たちというのはほとんどが緊急避難的にサインをしたというのが実情でございます。でこの時全国の部活生が160人です。で福島県はこの160人について実はその契約者ではなくて申し込み者の数で福島財務省から許可を得たという説明でございました。で福島県から4月になって送られてきた契約書にはですね、契約の概要書面には書いてない事項というのがありまして、それが第12条とそれと18条3項です。で12条というのは貸付物件が転載その他の事由により損壊し第三者に損壊を与えた場合には避難者オツがですねその席を大物とするという条項でした。で18条の3項というのは契約が終了後に分け渡さないときは貸付相当額の2倍の損害金を請求するという項目だったんですね。で東京都の国家公務員宿舎で避難者の住宅として使われたところは、古いところでは東久留米、それから九段下、一番正しいのは東雲だったんですが、この東久留米の入居者の人たちというのは、これはもう国家公務員宿舎としては廃止することが決まっていたところで、非常に何も補修も何もされていないところでした。
でそこの入居者はですね、福島県とこんな条項が入っている契約書にサインできないということで交渉したんですけれども、福島県は全然応じず、福島県が12月の日に調停の議案を出すというふうなことを言ったので、それで交渉を諦めてサインしたというのは実情です。で12月の11日には、福島県が仮設住宅供与が終了した後に未退去のものの状況が発表されました。でこれが、ですね、未退去者県内は28世帯不在が5世帯、県外は未退去者48世帯不在が1世帯です。この未退去者の48世帯というのは、徳島県との契約を拒否した人プラス、それから国家公務宿舎以外の住宅に住んでいた避難者で退去できなかったの数です。で12月の25日に、福島県はあと1年間という契約期限のものをさらに継続する意思があるかということを調査しました。それも130日です3月の28日には財務省が使用許可書を出しています。で4月になって新契約書も届いたのですけれども、それを見て値上げされているということにみんな気がついてびっくりしたんですね。で多くの方は、まあ、1万5000円とか、少ない金額の方はあれですが、 3DK の家族持ちの方はですね、一挙に駐車場代を含めると1万近くあるということになって、優勝でもすごく今まで1年間非常に厳しい状況で払ってきたのに、また上がるのかということで不満がすごく吹き出しまして、そして、避難の共同センターが当事者を交えて財務省福島県と交渉しました。でその後に1、2、3と3件ありますけれども、3というのは契約条項の12条のことですけど、これは変えますという約束をこの場で取りまして、で6月に福島県から変更の契約書が送られてきました。で2019年3月14日というのは、もうこの2年後のですね、の契約も終了するという時点でしたので、国会でも問題になりまして、そこで参議院の東日本大震災特別復興委員会天皇セクトルがそこに書かれています。だけれども全然事態を動かずにですね、3月28日には福島県は退去届を出せ、に退去者は2倍の損害金を請求するとか通知71通を送りました。そして、今回原告の予定者になっている人たちは弁護士を通して福島県に損害金じゃなく使用料を払いたいという申し出をしたのですけれども、福島県は損害金を請求することになっているからといって、その申し出を蹴りました。で7月には、退去できない世帯に2倍の損害金の納付書を送付しております。以後、現在までずっと納付書の送達は続いております。一番後ろにですね、どのくらい納付書が送られてきたのか、そして納付した人の生産者がいくつかということは最後のページに書いてありますのでご覧になってください。で10月の21日には福島県に2倍の損害金は納得できないので払わないというふうに原告の予定者たちが通知をしております。で12月には原告予定者が弁護士と委員契約を結んでおります。で2020年の3月の9日に実は2倍損害請求についてこちらが提訴するということを決めて活動をその準備もしていたのですけれども、コロナがですね非常に蔓延してきまして、集会のほとんどできた状況になりましたので一旦中止をいたしました。そして12月の11日にですね、福島県が未退去者の親族に退去への協力文書を郵送して個別訪問をしております。で親族というのは保証人ではないのですね。
親から感動するぞという電話や審判の電話があって、これは判明しいたしました。で、妻の実家だとか転居したばかりの兄弟に新住所で文書が届くということがありまして、夫や兄弟の住む自治体に自己開示情報請求を行いました。これ翌年の5月のことです。で、そこで分かったのはですね、福島県が住民票の交付申請を自治体にしているのですけれども、そこの目的に書かれているというのは、災害救助法第2条により基づく応急仮設住宅の入居者の調査でございました。で、これは全く嘘なのですね。で、これも随分追及したのですが、弁護団から一応抗議文書が出されております。で、2021年、去年はですね、3回の退職期限通知が来ております。最終は11月の12日です。そして今年の3月11日に放火公務宿舎篠山と埼玉に住む区域内避難者11世帯が東京市内に住まいの権利を求め、福島県からの明け渡し損害金請求で精神的苦痛を受けたと福島県に訴える裁判を起こしております。で、それからですね、6月の21日に福島県が明け渡しと損害金請求を求めて6月県議会に提訴の議案を出しました。これは7月の6日に多数決で可決されております。6月の29日にですね、これに対抗して福島県が福島地裁に明け渡しと損害金請求を求めて提訴するのを防ぐために、こちらが東京地裁に明け渡しと損害金請求の訴えの拡張というのを行いまして、で、現在に至っているという状況です。で、すごく駆け足で、でも時間を15分オーバーいたしますので先に失礼いたしました。はい、お疲れ様です。今この3の方から経過の報告がありました。本当にちょっと僕はいろんな団体今かぶっていて、その避難者の、当該の、弁護士というのは今非常に生活が大変でですね、僕は範囲で就労支援をやってるんですね。で、本当にそのこの間のところでですね、一部雇い労働も仕事も究極な減少でですね、僕らのところが、ちょっと日曜日ね、就労支援の場があってですね、そこで具体的にね、対応すると。やっぱりそういうその生活実態を全く把握しないで、こういうような措置をね、対応し続けると。で、やっぱり今日、向本さん、住宅の説明会の話、若干触れたかな。それで、ずっとね、その住宅について、その、2019年3月以降ですね、その住まい探しという形でですね、一応その福島県についてはそういうことをやっているんだけども、実は今日言っちゃっていいのかな、僕は実はその範囲このところでですね、無料低額宿泊所問題ってやってるんですね。家がない人がみんな施設に送り込まれると。で、そこのそのたまたまですね、ずっと僕今対応してる案件があって、その福島県が委託しているその住宅関連のところってあえて言います。で、Y 金を組み合いでもう言っちゃってますね。で、そこがですね、僕実はこの2週間前にそこのところに行きましたけども、10人部屋のところですね、部屋に押し込んで生活保護費の13万6千のうち4千円しか本人に行かないで、そのコロナで今年になって2人亡くなっていると。そういうようなその住宅の住まいの困窮者に対してそういう対応を行っている、法人組織に福島県も委託して、要するにその我々はその住宅を紹介したりしてるんだと、ね、応じないのはその避難者のせいだというようなね、ことをずっとやり続けると。そういうようなそのずさんな対応をずっと行ってきていて、で、そういうその実態なんかも含めてね、やっぱり本当にその原発、その福島原発事故で避難されている方たちに対して実態把握しないと。で、何々したんだけども応じないということについて、
本当にそういうことも含めて、その親族に対して訪問をして、必要にそういうような圧力を加えると、そういう意味も含めて、この原発避難者に対して その住まいの権利だけではなくて、その人権に対しての著しい侵害だというふうにね、見ざるを得ないかなというふうに思って、ちょっと補足を若干しました。ちょっとね、さっき企業組合の話を出して、ちょっと波紋が広がるかもしれませんけど、あえて僕自身ちょっと許せないんで、そういう話をしました。じゃあ続けてですね、この間、今全国避難者の会の大間さんも来られてますけども、避難年やその全国避難者の会、避難の共同センターも含めてですね、この間ずっとですね、その福島県交渉を行ってきています。どういうその福島県がこの間ですね、対応してきたのかということも含めて、大村さんの方から報告をお願いします。はい、避難年の幹事をやってます、村田と言います。私もこの 5年余りですね、福島県と、ずっと、やり合う場に立ち会ってきたものですから、その経過を含めて、ちょっと簡単にご報告したいと思います。お手元に避難年などの福島県交渉の経緯ということで、この時系列に、主な動きをまとめたやつがありますので、まあ、これを後ほど参照していただければと思います。今熊本さんから報告のあったようなですね、このまずは区域外避難者の住宅提供を打ち切るというのが17年から始まって、それが発表されたのはその前の年ですね、16年です。で、その時から主に被害者団体連絡会、被団連、それと避難の権利を守る全国避難者の会、避難者の会と言ってますが、それと当初はですね、損害賠償請求をしている全国の訴訟団などを含めてですね、総力を挙げてこれの交渉に当たってきたんです。でこれは福島県だけではなくて、国復興庁内閣を含めて国とも数々の交渉をしてきましたし、ともかくこの現状から言ってですね、その住宅提供を打ち切る時期ではないという、そのことを中心に、ずっと交渉してきたんですね。で、私たちは、その中でもやはりこれの打ち切りを決定した決定する権限を一応持っていると言われる福島県、ここ その決定の経緯、実態、そういうものを本当に明らかにしない限りダメだということで、2016年の8月からですね、に第1回目の交渉を始めて、今年の2月まで26回交渉をしてきました。主な経緯はもうちょっと時間がないので省きますけれども、結論から言って、なんと虚しい交渉を続けてきたかというのが私たちの実感です。いつも当初はですね、福島県も一応まともに対応する姿勢を見せて、交渉も2時間程度、それもかなりのやり取りをできたんですけれども、途中からですね、福島県の方がまさにこの交渉そのものをですね、嫌がって逃げようということで、ことに3年前の、まあ、コロナ以降はですね、コロナを口実にして直接その交渉することを嫌がって、まあ、オンラインでじゃあやりましょう、しかも時間が1時間とかね、そういうことでもうほとんど実質的な交渉にならないような状況を作られてきました。で、いつも交渉終わって帰りに熊本さんと帰りの電車で焼けビールを飲みながら、なんて虚しいことをやってんだろうみたいなことを思いながらですね、やってきたんですけども、ただ本当に、今までそのこの住宅問題をめぐってはですね、福島県を表に立てて、その裏で実際は、国の意思が動いている、言ってみれば二人羽織をずっとやってきた状況だと思うんですね。で、私たちは残念ながら力量がなくて、その、後ろで操っているその演者といいますか、その人羽織の
主ですね、それをなかなか追求しきれない、しょうがないからその前の舞台で踊っている福島県を、追求するというような形を取らざるを得なかったんです。ところがずっとこの6年ほどの交渉の経過を振り返ってみるとですね、実は福島県そのものがですね本当に、踊らされていたのかというと必ずしもそうではないということが本当に、明らかになってきていると思います。もうその典型的な場面というのはですね、この打ち切りを決定する前の、2016年の6月に、安倍政権が福島復興加速化指針というのを、閣議決定したんですけれども、その時にですね、福島県知事になった、その前の年に知事に当選した内堀知事がですね、50ページにわたるその福島県の要望書を持っているのを持ってね、国会を回って、各国会を回ってるんですね。その要望書に何が書いてあったかというと、2020年の東京オリンピックの時に福島県は復興したということを世界に発信したんだというようなことが書いてあったんです。で、実はこれはその前に閣議決定された安倍政権のまさに方針そのものなんですよね。安倍政権が12年の末に発足して13年以降、安倍政権が打ち出した、この原発の処理の大方針というのは、ともかく2020年の東京オリンピックという一つの目標値を掲げて、まあ、10年以内にこれほどの化学事故があっても日本は被害を回収できましたということをね、世界に立証するんだというその大命題というか大目標を立てて、全てそこから避難指示の打ち切りが始まり、賠償の打ち切りが始まり、一気に今に至る状況が作られたんですね。で、本当を言えばですね、その段階で福島県はまさに自分たちの県民がの大多数が被害者になっているわけですから、そこで少なくとも被害者、被害救済についてもっときっちりした抵抗を示すべきであったと思うんです。ところが抵抗を示すどころか、まさにその大方針の手のひらで踊るようなことを実際はやってきたというのが、これが現実だと思うんですね。で、私は私ども当事者の力量不足が第一ですけれども、それだけじゃなくて社会全体がこの福島原発について、その安倍政権が引いたような路線の上で、実際上は流されてきて、その被害の実態について目を背けてきた。それが今の状況を招いているんだと思います。したがって今私たちがこの11人の方々がですね、立ち上がって、この経過を明らかにするということは、本当に今闇に葬られようとしてた今までの経過をですね、もう一度あぶり出して、この国がいかにその普通の人の人権を踏みにじっても、その強引な原発政策を進めようとしているかという の実態をですね、あぶり出す一つの本当に大切な戦いだと思っています。それは私たちこの住宅問題だけではなくて、今立ち上がった3.11 子どもの工場専門の問題、もっと前から頑張っておられる、子ども脱被爆裁判の戦いですね、この辺がまさにその、国の影に隠れて、今まで責任を追及されてなかった福島県の、責任も含めてですね、明らかにする、それを明らかにすることによって、この原発被害の、しっかりした見直しをする、
これは損害賠償の請求で賠償請求訴訟とか各自代表訴訟などで、もうすでに戦われていますけれども、それでは足りない本当の一人一人の人間が命じられているこの権利の問題についてですね、明らかにする非常に重要な裁判だというふうに、法廷闘争だというふうに私は受け止めています。まあ、ざっと概略だけなんですが、そういうことで今当面福島県はですね、この提訴を口実にしてなかなか次の交渉には応じようとしていませんけれども、私たち福島県との交渉は必ずしもこの問題だけではなくてですね、もっと、多くのですね、被害回復、福島県はイノベーションコスト構想とかですね、ロボットテストフィールドとか、派手なその復興計画が順調に進んでますよと、これが国と同じ、宣伝の仕方なんですが、そういうことを進めていますが、実際上、その被害地の、現状っていうのは本当にこの先、コミュニティが成り立たないような状態に追い込まれているし、さらには原発サイトの回復、収束も全く見通しが立たない、そういう非常に真っ暗な実は状況に置かれているわけですね。で、そういうことを見直せと、もう一度ここで立ち止まって見直せということを迫っていく一つの大きな力にしていかなければならないんじゃないかなと思っています。本当に残念な力を及ばずこういう状況になってしまったことをですね、当事者の人としては非常に申し訳なく思ってますけれども、まあここでもう一度、立ち上がり直したいという決意をしているところであります。以上です。はい、お疲れ様です。拍手お願いします。当事者の責任で、これ支援者の責任もでかいと思いますけど、はい、じゃあですね、これからちょっと弁護団の方から、裁判提訴の論点ということでですね、この裁判11人のその原告に対して5名の、弁護団で構成されています。今日来られてませんけども、井戸健一さんが弁護団長ですね。それで後で報告される柳原さん弁護士、それ以外にも今日、駒弁護士とですね、林弁護士が今日来られています。今日代表して柳川さんの方から、今日のためにですね、先ほどパワーポイントを届きましたので、このパワーポイントに基づいて論点のアジテーションをぜひお願いします。はい、名曲を読みます。名曲です。今日は静かに喋りますので、そのつもりで聞いておいてください。お手元にですね、ちょっともうもうみんなから嫌われるですね、情報満載のペラ1枚の裏表の原発事故避難者住まいの権利裁判の提訴と追加提訴の概要という表題のですね、資料が配られていると思うんですが、実はその、4番目、1ページ目の下の方ですけれども、ここから話を始めたいんですが、と言いますのは、この裁判、あるいはこの裁判になる前のこの事件というか事案をですね、すごい変わった特徴がありまして、ちょっとどうそれを表現していいか、ずっとここに来る途中考えたんですが、結局たどり着いた結論は、この事件は、狐につままれた事件であるというですね、特徴を、さらに強くしました。で、何がじゃあ狐につままれたかといいますと、要するにその今回の、原告になった皆さん、この人たちは、福島県から出ていけと追い出されている、人たちなんですけれども、なぜ自分たちが追い出しを食らうのか、その本当の理由、本当の根拠について、それを福島県が、明らかにしなかったということなんですね。で、ちょっと法律の基本原則では、法律、行政というのは法律にのっとってあるんだという原理があります。あるいは行政にはその自分のやってることをですね、その国民に説明する責任があります。こういうその基本原則に従えば、福島県はその区域外避難者が入居する住居の無償提供期間をですね、
その打ち切りを、まあ、決定したわけですけども、県が。それは一体ですね、いかなる法令に基づいて、いかなる調査に基づいて、いかなる検討を経た上で、そのような決定をしたのか、その決定過程や決定根拠を当事者である区域外避難者に説明する責任を負っています。しかし、裁判になる前も、裁判では福島県が2年前に追い出しの裁判をかけてきたんですが、それの以前は言うまでもなく、その追い出し裁判になった時でもすら、訴状にですね、なぜ、福島県はこの追い出しをするのかのですね、理由については、説明、法令の説明は一言もなくて、まあ、こういうふうに書いてあったんですね。被告については、これは避難者については、平成29年3月3日をもって、応急仮設住宅としての本件建物の供与が終了になり、本件建物の占有権限はなくなったと。まあ、これはまるでその葉っぱが秋になって色づいて落ちてなくなってしまったみたいにですね、本件建物の供与も終了して、その被告のこの避難者の占有権限もなくなってしまったと、追い出しはたかも自然現象であるかのように書かれていたんですね。で、このような書き方をしかしないもんですから、しかしこんなことはおかしいでしょうと、もともと区域や避難者は適法に入居するその権限をですね、与えられて、要するにその不法占拠者で入ったわけではなくて、適法な占拠入居する権限を与えられて入ったのに、なぜそれが途中からですね、不法占拠者になるのか、その理由、根拠を知らされなかったんですね。だから、自分たちもいかなる法令に基づいて、この追い出しは違法であるということをですね、訴えようにも、訴えるそのやり方ができなかったんです。この最も基本的なですね、問題すら知らされずに、そこではずっと苦難を強いられてきました。で、これがその裁判になってからも続いてて、まあ、これがこの点がこの裁判の最大のミステリーです。で、私たちの準備も最も困難を極めた理由がここにあります。それでちょっとその、ことを踏まえて、ちょっとさっき救護者で作った仮設住宅みたいな仮設ポイントを、ちょっとワーポイントの資料を沿って説明させていただきますと、まあ、原発のですね、その事故の救済の理念は、やっぱりその原発事故に対する真実の認識を踏まえて初めて導かれると思うんですね。ところで、この真実の認識には、まあ、最低2つのレベルのことがあります。1つは誰もが言うんですが、原発事故や健康被害に対する認識の問題です。で、まあ、ここで非常にその、まあ、歪んだ認識、安全神話、健康被害も安全神話が、はびこっているわけですけれども、それだけじゃなくて、もう一つですね、大事な認識があります。これが原発事故の救済の法律の体系に関する認識です。これもきちんと正しく認識しないと、そこからその正しい救済の、あり方も出てこないと。で、これがですね、全くその2つの認識が異常な状況にありました。その結果、正しい救済の理念も引き出せずに、私たちはこの、まあ、苦しい状態に置かれたので、この裁判を通じて、私たちはこの異常事態を正して、正しい救済の理念を引き出さなければなりません。これがまあこの裁判の課題なんですけども、まあ、もう一回、簡単に言うと、認識に関しては歪んだですね、認識をもう一回正しい認識をして回復すること。で、もう一つはその正しい認識に基づいて、まあ、正義を回復することですね。で、この2番目に関しては、この下にあるんですが、原発事故救済の法律の体系は、実はその安全視野に眠りこけていたんですけども、その日本政府はね、その3.11 まで。しかし、この眠りこけていたのは日本政府だけではなくて、日本の法体系も眠りこけていました。原発事故の救済の法体系も全面的な法の穴だらけというか欠陥で、それがまあその、備わっていませんでした。で、これがこの裁判でも、この点ですね、原発事故が起きながらそれにふさわしい救済がどうあるべきかという法律的な問題が全く、定められていないという、まあ、法の穴という、まあ、法専門用語で献血というんですが、この問題がこの裁判の出発点となりました。
まあ、あのそれを、もう一回言うと、3.11 後にですね、福島を追ってる放射能災害の新しさ、過去に前例のない、従来の災害の、概念や発想では捉えきれない、5年10年で解決されることはありえないような新しさと、もう一方でその新しさに全く見合わない、原発事故が起きないという前提で作られていた法律の古さ、原発事故に対する救済の不在ですね、この2つをですね、正しく認識しないために、その両者のギャップの中でですね、避難者の人たちは真っ当な救済を受けられずに打ち捨てられてきました。それが、もう一回ですね、本来の救済を実現するというところが、この正義の回復としてこの裁判に課されています。この時の、方法の一つとして、私たちが注目しているのは半世紀前の日本です。これは新しい酒は新しい革袋に漏れという、その、方法にのっとった、行動を半世紀前の日本は取りました。当時公害というですね、未曽有の異常事態に対して以下の2つのですね、新しい革袋に漏るということを実行したからです。一つは当時公害対策基本法にあった経済との調和条項、経済の健全な発展との調和が図られるというですね、この調和条項を削除して命健康を最優先するという姿勢に大転換しました。なおかつ、大気汚染防止法などの改正、水質汚濁防止法などですね、公害問題に関する14の法令を抜本的な整備を立て付けに、公害国会で、一方的に解決しました。これが50年経って全く今の日本はこれが忘れられています。ですから私はもう一回50年前の日本に戻れというのが、この裁判の一つの、方法であります。で、まあ、もう一つが、今、この裁判で主張している、国際人権法、国際人権法に、まあ、基づく、難民の人権思想、この、考え方に立ち返って、もう一回避難者たちの人権を、きちんと、保障しよう、まあ、その2つが私たちの裁判の、正義の回復の方法です。で、ちょっと、法の献血についてもう少し言いますと、実は 3.11 前のですね、法の体系の認識は、日本は、まあ、原発事故が起きないという安全神話を盲信していましたので、対策は社交儀礼的にやるだけで、真の原発事故対策は完全に忘却、したがって、その法律の体系、対策も完全に、まあ、真空、空っぽでした。で、なおかつ大事なことは、その法の内容が空っぽだけじゃなくて、法の思想もですね、まあ、極めて問題がありました。どういうことかというと、災害時においては人権は、存在しないというような扱いが平然と通っていました。例えばその災害救助法の基本理念は、被害者を保護救助の対象として捉えることにとどまっていて、被害者は人権の主体としては捉えていなかったんです。そこには人権思想が不在でした。しかもこの考え方が 3.11 後も当然のように踏襲されて、国は原発事故の被災者を保護救済のあくまでも対象として、国が出す指示命令干渉の行動に従うですね、対象として考えていなかったと。で、お金や住宅が提供された市民はそれを黙ってありがたく受け取るだけの施しお恵みの対象、受け身の存在としてしか扱われなかったんです。決して被害者は人権の主体としては扱われてこなかったんです。これは 3.11 前と連続しています。まあ、そういう結果ですね、国が要するに、もう、その、施しはやめるといえば、もうそれに従って、避難者たちも受け身の存在として、それに文句は言うことはあっても、それに従うしかなかったと。しかしこれがね、ひとたび被災者が、避難者が人権の主体として捉えられた場合には事態が一変します。なぜかというと、人権の主体として捉えられた場合には、今度は国は、義務が発生します。どういう意味か、義務がというと、市民の国民の人権を侵害してはならないというですね、義務が発生します。
ですからお金の給付、住宅の提供を打ち切る際もそれが人権侵害にならないか否かについて厳しく問われることになるわけです。ですからこの裁判の目的は国家の義務、市民の人権を侵害していないかどうかを問うですね。これが裁判です。この裁判の目的です。でもそれはある意味では250年前の世界最初の人権宣言に原点に戻ることでもあります。まあ、これはトランプが住んでいる国の250年前の憲法でトランプがおそらく読んだら、びっくり仰天するような内容を書いてあります。政府が、市民のですね、利益を守らなければ、市民にはそのような政府を廃止する権、革命権を有するということを謳ったような、憲法だからです。まあ、そういうものが250年前の、バージニア憲法で保障され、我々は今その原点に戻ることが問われているような気がします。そしてそこから言えばこの住まいの権利裁判の意義は至ってシンプルでして、以上言ったような人権というもの、国家の義務というもの、この認識に立ち戻って放射能災害における避難者の救済を人権の観点からもう一回再定義することです。で、人権というのはもともとですね、何か、特定の条件、特定の資格があって初めて与えられるわけではなくて、ただ単に普通の人、生まれておぎゃーと生まれた人であることさえあれば、その人が個人として唯一無二の存在として尊ばれ、その個人の尊重理念に基づいて認められるものです。それはしかも人類最高の権利として認められるものであって、ここからこの原発事故の救済を再定義することが今求められています。しかもこれはさっき言いましたように、この人権のですね、生来の権利は生まれてから死ぬまで一瞬たりとも途切れることがない、この前亡くなった元首相が大好きな言葉ですね、切れ目なく保障される、そういうものです。首相はそういうことは言いませんでしたが、本来切れ目なくというのはこういう時使う言葉です。原発事故が起きようが起きまいが、起きたって被災者は一瞬たりとも人権を喪失することがないわけです。国家も人権保障を実行する義務を免れることは一瞬たりともないわけです。それをしないのが今の国や福島県の姿です。これをもう一回ですね、国家や県は途切れることなくこの義務を果たすことをですね、確認すること、求めること、これがこの裁判で求められている、避難者の救済の最低限です。もうまとめに入ろうと思いますけれども、原発事故に対する認識については、これは現代の科学技術の水準では、残念ながらですね、この事故の防止もできなければ、この事故による影響、健康被害の影響がどのようなものかについてはほとんど、認識ができていません。したがって、事故が起きてもこの放射性物質の、閉じ込めは不可能です。でなおかつ人間の体は放射能には勝てません。だとすれば、ひとたび原発事故が発生した場合の最善の救済策は、人々を原発から拡散した放射性物質から遠ざけること、すなわち避難です。原発事故の救済の基本理念は避難です。それを実行した人たちが今回の裁判の原告です。で彼らは本当に原発事故の基本理念を身をもって実行した人たちです。でこの人たちのことをですね、正面から真っ当に、救済 してもらいたいということをですね、求め確認するのがこの裁判の目的です。まあ、それでまあちょっと、これは、最終ゴールなんですけども、まあ、この裁判は、この原告の皆さんの、ね、救済、しかも原告以外の、区域や避難者の人たち、多くの避難者の人たちの、同様の救済を目指すものですけれども、その最終、まあ、ゴールはおそらく立法的解決にあると思います。でこれはまあその例えばチェルノブイリ法が日本にあれば、このような裁判は、起こす必要もなかったし、県も福島県も、国もですね、このような追い出し裁判を起こすことはできなかったはずです。そういうものがないためにですね、このような、こちらも裁判を起こさざるを得ないし、福島県も追い出し裁判を起こしているというのが現実です。そういう意味で、立法的解決が、ゴールになります。まあ、これはさっき言いましたように、避難の権利をですね、事故直後の緊急避難の場合と、その後の
恒久的避難の場合と2つの場合に、2つの場合に即して避難者のその生活、避難を保障し生活を 再建する、道をですね、手厚く保護するという、まあ、そういう立法的解決が、まあ、ゴールで、実はこのモデルは、50年前の、南都知事時代の東京都公害防止条例の全文で謳っています。まあ、そこではですね、はっきりとですね、これは都民ですけれども、都民は健康でかつ安全かつ快適な生活を営む権利を有すると。この当時は原発事故は、考えられていなかったので、公害からですね、健康を壊すことなく安全で快適な生活を営む権利を保障すると、この東京都公害防止条例の全文でははっきり訴えました。まあ、こういうモデルが我が国にはあります。ですから私たちはこの裁判を通じ、なおこの裁判の勝利を通じて、最終的にはこのような立法解決を目指すことが、望ましいんではないかというふうに私自身は考えております。駆け足でしたが、私の報告を終わります。ありがとうございます。はい、もう期待通りだ。本当にもう感動して、もう目が震えております。本当に、まあ、本当にですね、人権裁判ですね。もう基準ね、人権回復だということについてですね、明確にその裁判として訴えていくということだと思います。柳田さん、ありがとうございます。じゃあですね、続けて、今日連帯メッセージということでですね、福島から、武藤さんと大原さんも避難民の人格で来られてますので、武藤優子さんの方から連帯発言をお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。原発事故被害者団体連絡会の武藤と申します。よろしくお願いいたします。本日はたくさんの方にお集まりいただきまして、本当に心強く感じています。避難連は2015年の結成直後から、避難者の住宅問題にずっと取り組んできました。この問題はしかし、イノベーションコースト構想などの福島の復興事業と反比例するように、賠償やそれから支援の縮小打ち切りがなされ、さらには避難者への家賃の2倍請求、そして親族への圧力、提訴とあるまじき方向にずっと進んできたと思っています。そもそも原発事故が起きて避難区域内、区域外にかかわらず避難せざるを得なかった人たちの住まいを東電や国が保障するという当たり前のことが誠実に行われてこなかったということが大きな原因だと思います。それだけではなくて、原発事故によって失ったものへの正当な賠償は行われていないことが、多くの集団訴訟が起きているということからもわかると思います。原発事故で突然今まで築いてきた仕事、そして家、地域社会や自然と切り離され、困難に陥った人々を救済するどころか追い詰めて切り捨てています。それは原発事故の被害を見えなくし、事故の責任を曖昧にし、放射線防護の基準を緩め、再び原子力産業を復活させていくという目論みが原子力に関わる業界や政府にあるからではないかと私は感じています。福島県は事故後莫大な復興予算を手にしたからなのか、あるいは事故の前から地方自治の精神を忘れているのか、思考停止に陥り自分たちで物事を考えることができなくなり、避難者である被害者である県民を守ろうとはしないで国や大企業に追随してしまっていると感じています。福島県が裁判に訴えるべきは追い詰められた避難者ではなく東電と国です。避難者の住宅問題を一避難者だけの問題として捉えれば社会にはなかなか理解されないと思います。でもこれは被害者全体の問題であり、いつかどこかで核の被害者になりうる全ての人の問題です。自己責任や一個人のわがままなどでは決してないのです。この裁判はこの国の原子力行政が事故後あらゆるところでないがしろにしてきた
被害者の人権を取り戻すための戦いだと思います。皆さん勇気を出して提訴に踏み切った原告の皆さんを支援していきましょう。そしてこの国に住む一人一人が大切にされる社会を築いていくために共に戦いましょう。一昨日の株主代表訴訟の一審判決は、東電旧経営陣個人の責任を明確に断罪した胸のすくような判決でした。被告は13兆円の損害金を東電にさっさと支払い、東電はそのお金で全ての被害者にしっかりと賠償してほしいと思います。7月25日には東京地裁の大法廷を支援の傍聴人で埋め尽くしましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日ですね、ちょっとプログラムにないんですけども、全国避難者の会の大間役さんが今日新潟から来られてますので、一言ここで発言をお願いしたいと思います。ちょっと大間さん、こちら、こんにちは。避難の権利を求める全国避難者の会の大賀です、先ほど村田さんのお話にもありましたように、全国避難者の会は、避難連とともに、福島県交渉などで、この間、避難者の住まいの権利を守るということで、行動してまいりました、福島県が、当事者を提訴するという事態に至ってしまい、この2倍請求もね、もう丸3年、この圧迫をね、受け続けているということで、本当に当事者の方たち大変な苦悩だと思い、胸を痛めています、私たちの力がね及ばないっていうところも本当にじくじたるものがあるんですけれども、本当にこう諦めずに声を上げていく、粘り強くというところをは最低限のこととして、いかに他に工夫できるのかっていうところも、常にこうしたいなっていうことはあるんですけど、最近では今年5月なのかですね、福島県庁で記者会見の機会がありますと、やっぱりこう記者の方々が若い方にもう移動してきて、そしてもう、311の頃は多分その取材者の記者の立場にいなかったんじゃないかっていうような方々で、いわゆる風化、震災原発事故の記憶の風化というか、認識がない、しっかり認識がない、からいかに汚染して避難、やむを得ず避難を選んだのかっていう事情も分かっていないような感じで、質問が来るっていうような場面もありまして、でもそのような中でこう、そのような状況でやはりこうそうやってこう、分かってないんだってことが分かった時に、時間が許す限りね、しっかりお話しして、少しずつでも理解を深めてもらうことでしか進んでいかないなと思って、あるいはその記者会見にはいらっしゃらない、ね、会社も多いので、本当にこう会えた場面で粘り強くお話ししていかなきゃなっていうことを
強く思いました。その時はそれで避難の権利を求める全国避難者の会のその時は宇野共同代表の宇野さんとも一緒同席だったので、いろいろ後からも振り返ってそのようなことを話していました。私たち全国に会員も散らばっていて、役員もなんです散らばっているんですけど、会員は、北海道から九州まで、役員も九州、そうですね、北海道から九州までで、ですけど、最近ではオンラインで定期的に交流会などもしていて、ちょうど明日もその機会がありますので、今日の報告もしっかり要点を伝えて、みんなで注目し共有していきたいと思っております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ですね、またこれプログラムにないんですけども、今日避難の協力センターの世話人の松本さんに来られています。実はこの間取材でですね、2017年5月4日に、実施されたですね、母子避難の母子のそのお母さんがいて、まあ、N さんと言ってみましょう。で、一応松本さんも含めてこの間取材を受けていてですね、やっぱり風化させてはいけないなというふうに思っていて、その裁判に至る間でですね、多くのやっぱり原発事故被害者たちが本当にその分断されて亡くなっているということなんかも含めてね、僕らその避難の共同センターとしてはそのことをやっぱり忘れないで、このね裁判に臨んでいきたいなと思ってます。じゃあ松本さんの方からちょっと前に出てきてもらってお願いします。すみません、急遽ご指名になりました。避難の共同センターの世話人の松本乃子です。本当に今日はありがとうございます。私も避難者として当時 3.11 以降、12歳の娘と川崎に避難した経緯があります。本当にこのコロナ禍でもう活動がストップしてしまいましたけれども、この住宅の問題は福島県だけのものではなくて、そしてこれから原発立地のところのもし事故が起きてしまったら私たちのような国内避難民が生まれてしまう、そしてなぜ被災県が私たち福島県を訴えなくちゃいけないのかということを皆さんによく知っていただきたいと思います。本当に、まあ、先ほど瀬戸さんがおっしゃいましたけど、原発事故が起きて本当に放射能をから子どもたちを守りたいと思って避難をした人が自分を責め、そして住まいを奪われ、そしてなぜ死ななければいかなかったのかっていうこともこの原発事故によって本当に風化しないように私たちはこの裁判に私も一緒に戦っていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあですね、じゃあここからプログラムに戻りますけども、この支援する会のその代表さんにも加わっていただいてます作家の渡辺千恵さんの方からお願いします。こんにちは、渡辺千恵です。私は東京にずっと住んでいますので、いわば当事者ではありませんけれども、我がことにしたいって思っていました。東日本大震災が起き、原発事故が起きた時に、特に原発事故に関してこの事故の、被害を我がことにしたいっていうふうに思って、あの年の夏から福島にずっと通っています。で、通う中で皆さんのお話を聞き、なかなか分からなかったことを少しずつ分かってきて、そういう中でこの問題を住宅追い出しの問題を知りました。
その時に思いました。私事になりますけれど、私は生まれて6ヶ月の時に父が現地召集で兵隊に行ってそのまま帰ってこず、母と2人で暮らしてましたから兄弟がいません。一人っ子です。いろんな時にいろんなところで一人っ子はわがままだからねっていろんな人に言われてきました。一人っ子はわがままだからねって。でも一人っ子の気持ちあなたたち分かってんの？分かってないでしょっていうふうに思いながら来ましたので、そういうこともあってまあいろんな時にいろんなふうにいさかいを起こしてきました。でそのいさかいを起こしたことを母に言うと、母はこう言いました。相手の人の気持ちになって考えてごらんなさいって。で私はこの住宅追い出しの問題も相手の気持ちになって考えてみました。一生懸命、内堀さんどうしてそんなことを言うんだろう、なんで避難してる人たちを訴えたりするんだろう、いくら考えても分かりませんでした。で分からないどころか、なんて言ったらいいんでしょう、陰湿ないじめのように思えて仕方がないんです。でそういうふうに思った時に、これは私は当事者でなくてもこれを我がことにして、みんなと避難している皆さんと一緒に戦っていきたいっていうふうに心から思いました。でこの裁判もずっと支援していきたいと思ってます。そして私自身が支援するだけではなくて、この問題を広く友人や知人やいろいろな方に訴えて、みんなで手を携えて、こんな問題おかしいよねっていうふうに大きな声にしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。続けて今日鎌田さんが来れる予定でしただったんですけども、ちょっと家族がですね非常にちょっと体調不良があってですね、ちょっと急遽来れないということでですね、災害原発1000万人アクションの方から松本さんの方からすいませんお願いします。はい、いいですか。災害原発1000万人アクションの、松丸と一応います。瀬戸さんも実行委員会に出てて、実行委員のメンバーに変わりはないんですが、あと武藤さんも市民の会の署名の市民の会の呼びかけにやるかになってもらっているので、仲間では変わりはないんですけれども、鎌田さんが欠席だということで、鎌田さんさよなら原発の実行委員会で今日の会合に出るとかとは一言も言っていなかったので私も個人で話したいと思います。この間私もさよなら原発に関わり始めたのはずっと長いんですけども、事務局に引っ張られたのが1年半ほど前なので、それ以降のことについてちょっとこの避難者の住まいの権利の関係で、やってきたことを報告したいと思います。ちょうど私がなんか引っ張られたのはチラシ担当をやったので、なんですけれども、昨年の10月23日に、コロナで、秋の集会を、屋外でやっていたんですが、それがコロナで開催、諦めようということで10月の23日にちょっと大規模なオンライン集会を、企画しました。そこで熊谷さんの方に、この問題について、報告をしてもらいました。そのオンラインをきっかけに連続学習会っていうのを進めているんですけれども、これまで8回、やりました。それを7回目として、熊谷さんと瀬戸さんに報告してもらうのを、6月7日にやりました。繰り返しやってるんですけれども、なかなか今日も僕は実行委員会としてではなくて個人で瀬戸さんに声をかけられたので、実際来たという
ことなんですけれども、他の、サイドの原発の実行委員会に関わっている人がなかなか、参加できていないというのが実情だと思います。先ほど瀬戸さんがやっぱり社会運動としてまだ十分捉えられていないだろうというお話があったんですが、それが社会運動団体として、3.11 以降、1000万人署名を目指して、まだ1000万人は行っていなくて、ほぼその署名も終わり、次の運動方針、目標を掲げて、いかなければならないところなんですけれども、それがまだちょっとうまくいってないというのが実情だと思います。それと、多分誰もお話になってない、福島の問題については、僕、ずいぶん前から個人的にはいろんな知り合いと共に現地に行ったり、手伝いしたりしていて、ずっとその延長のつもりでまだいます。福島県知事選、その内堀さんの話がたくさん出ていますけれども、福島県知事選が10月の13日告示、10月30日の投票であります。で、やっぱりそれまで何ができるかっていうのもあるかと思うんですけれども、マスコミの方人たちがこの問題について、特に入れ替えがあるとこう、この問題を知事選と多分絡めて何か記事にしてくれるようなことのある記者が出るかどうかは分からないですし、ちょっと、何かいい手を考えてその知事選にぶつけてこの問題をなんかできたらいいなと思っています。ちょっとその辺、さよなら原発で何ができるか分かりませんけれども、考えてやっていきたいと思います。あとさよなら原発だとそのウクライナの戦争のに関連してこの間戦争反対とか安保法制をやっている運動団体と共同で集会をやっています。今日東京なので、9月の確か19日だったかな、安保法制の関係で作られた総がかり行動と共催で、代々木公園でちょっと大規模な集会をやる予定でいます。もうその時の発言者とか大体決まっちゃってるんですけども、何かこの問題が伝わるように、働きかけたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日は僕は結構意図的にやっていてですね、この埼玉原発全国集会にぜひですねこの問題についての報告をさせていただきたいということで、もう用意周到にお願いをしたというですね。でやっぱりそういうその大きな場でもですね、このやっぱり問題をやっぱ知ってもらいたいですね。でその最後に言うつもりでしたけども、やっぱこの大法廷やっぱりしっかり埋めていくと、ね、それでやっぱりしっかり大きなその支援者の枠を作っていくということは非常にやっぱりこの裁判の大きな肝だと思います。ぜひね、さよなら原発の方でも全面支援をお願いしたいというふうに思います。じゃあ、最後にですね、原告からの発言ということで、まず最初に、冒頭10分間ぐらいですね、原告から そのメッセージをいただいて、今日会場に2名原告来ています。でその原告の2名については申し訳ないですけども、ちょっとカメラについては絶対映さないでいただきたいと。ぜひよろしく。来るくらいなので、他のところを借りることは難しいし無理ですということを話してきました。福島県の知事は避難者一人一人に寄り添うと聞こえはいいかと言っていますが、全く私の話を聞いてくれませんでした。話をしたことすら担当が変わったから自分が聞いていないと言われ、また一から説明したこともありました。出て行かないからで今度は私の住む両親の住む実家に書き留める手紙を送りつけ、実家にまで来て母に損害賠償金がいくらか集まっている、分割でもいいから支払ってほしい、払ってくれないと私たちは給料をもらえない、2011年1月末までに出ていかないなら裁判が、東京に住みたければいくらでも安いところもあるんだから探せるでしょうか、仕事を辞めて他の安いところを探したらどうだ、他の引っ越し先で職を探したら、茨城や埼玉から東京に1時間かけて通勤している人もいるのだから、職場が近いから引っ越しをしないのはわがままだ、近くで家を探したいなら7万円くらいで借りられるところもあるでしょう、こんな立派な家もあるのに、このようなことを言っていたら母から聞きました。私は今ハードで働いていますが、この前は契約社員として避難してきた時から1年数ヶ月働いていました。その時
過呼吸で職場で何度も倒れ、もうなんか一人で家にいる時も倒れてしまい、それでも一人で暮らしているので誰も助けてはくれないけど、本当に毎日のみ仕事と思いで引き続けて通勤し、仕事をしてました。そんな生活を続けていて、もう身体と心の言うことを聞かず、働くこともできなくなり、仕事を辞め、一年近くの職状態が続いた後、今のパートの仕事だけやってみようかというところまで心身ともに戻り、また働き始めました。一年近く仕事を休んでいたので、その間に貯めた貯金が使ってしまいましたし、また働けなくなったらどうしようという恐怖は常に頭にあります。福島県が行っている住宅相談会にも行きました。その住宅相談会では、民間の賃貸物件を紹介するだけです。自分でもたくさん物件を調べて何とか住めるところはないか探しましたが、今の私の経済状況ではただの一軒すら見つけることができないのです。パートの仕事での給料でも、引っ越しをすることや賃貸借契約を継続する際の資金を貯めるなんて今の私には無理なのです。日々生活するだけで精一杯なのに引っ越ししないのはわがままなのでしょうか。やっと一人、何とか生きていけるだけの給料を得ることができているこの中のように、それらすべて手放して、新たに引っ越し先を探せというのでしょうか。引っ越し先が見つかったとして、職に就くことができなかったり、生活ですることができなくなるのです。大げさに聞こえてしまうかもしれませんが、もうお前は死ね、そういうふうに言われているように思えて、正直もう死んだ方がいいのかと何度も頭をよぎったことがあります。住むところがなくなったら本当に行くところがなくなってしまうのです。福島県の職員の方は私の中にこんな立派な家もあるのにと言っていましたが、実家は反対です。建て直したいけど建て直すことも、できるお金なんてありません。またあのような地震が来たらこの家も終わりだ、そう言って両親たちは住んでいるのです。それなのに、実家に家があるのだから戻れるだろうという無神経な言葉を他に言っていったことも、とても悲しく怒りの気持ちでいっぱいです。そして今回、福島県から7月16日までに帰るせよ、しない場合は訴訟も辞さないという文書とともに、引っ越す意思はあるのかどうかを問うアンケートが届きました。このアンケートは今まで何度も書いて福島県に送付しています。しかしそれを見て、一度食べても福島県の話を聞いてくれたことはありません。何度も何度も秘密で私の今の状況を書いて訴えてきました。本当に引っ越したっても引っ越せないのです。それなのに今回まるで脅迫するかのような文書が送られてきて、現在私はますます悲しみと恐怖を感じています。もし訴えられてそのことが職場に知られ仕事を失ってしまったらどうしよう。そしたらもう本当に全部失って生きていけなくなる。怖くて怖くてもう自分の力ではどうすることもできないし、どうしたらいいのか分かりません。先ほども言いましたが、何度も何度も福島県に伝えてきました。自分の生活するのは何とか働いてどうにかするから、住むところだけはどうか奪わないでください。私は今それすら福島県から奪われようとしています。福島県に教えてほしいです。行政の備えを奪い、助けを求める場所すらなくなってしまったら、一体私はどこに助けを求めたらいいのでしょうか。もしあるなら、どうかその答えを教えてほしいです。あの震災から10年、原発事故が起こり、一度自分の住む居場所を手放し、今度は私のふるさと、同じ悲しみと苦しみを味わった自分のふるさと、福島なのに、支援者の皆様、どうか私たちにお力をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。2011年の3月の震災があって、その後は東京の方に避難してまいりまして、その年の秋から四ノ宮住宅の方に、住んでおります。で、しばらく無償で、住まわせていただいたんですけども、2015年の6月にその無償での提供が終了するっていう話を聞いて、2017年の4月から、家賃を払いながら2年間住むことができたんですけども、その2017年が2019年の4月以降、完全に出ていくという方向になってしまいまして、ちょっと僕はこちらもずっと
非正規、こちら東京に来てから非正規で働いていたので収入も安定してず、まあいつ仕事が収入がなくなるのもわからないという状況で、立派な中にお金は貯めていたんですけど、それをちょっと引っ越せる状況ではなかったので、その後も、こちらに住んでおります。2019年4月以降は2倍になった、家賃の請求が毎月のようにしてしまいまして、でその後に、まあ、その後住宅のアステントを、民間のところを中心に来ているんですけど、こちらの、収入では厳しいところばかり紹介されて、また都営住宅のような、まあ、公営住宅を紹介していただければ、なかなかというふうに思ったんですが、その方の、都営住宅、公営住宅の足は全くない状態だったので、それが引っ越せる状況ではなかったという状況になっています。で、まあ、2019年以降は、まあ、一応、まあ、請求は来ながらも、まあ、ちょっとしばらく待ってくれという感じで進んではいるんですけども、そのうちは福島県の方から、まあ、強くもどんどん強くなってきて、しまいには、まあ、緊急連絡先として、まあ、連絡先が教えている親の方に、県の職員が直接訪問して、ほぼ動画を詰めたような言い方で、かなりきつい圧力をかけて、まあ、自分の方を、篠宮住宅から退去させようという感じのことを言ってきたという話を、聞いています。まずもう緊急連絡先の間違い方とか使い方として明らかに間違ってますし、もう連帯保証人ではないので、そういう使い方をすることでもうすごい怒りを覚えました。そういう感じで、もう今、もういろんなプレッシャーをかけて嫌がらせを受けていますので、ちょっと皆さんの、助けが必要な状況です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、今2名の原告の方のメッセージ、前段の女性いましたよね。で、本当に経済的に非常に厳しい状態で、ずっとサポートしていて、今の現状では仕事は厳しいと。で、そういうことも含めて、それはね、就労の支援とか、やっぱこの間、僕自身2つやってますけども、また福島県自体は、先ほど住宅をね、民間住宅紹介すると、それだけですよ。それで結局、その避難者の人たちの入居費用とか、その仕事が全部その民間の団体に丸投げしてるんですね。で、そういう意味で、僕はその裁判でその人権についてとにかく回復させるということもそうなんだけども、どうやってその彼らやその彼らたちが生きていくために支えていくかということも含めて、本来は福島県の責任ですね。そういうことも含めて先ほどのね原告のメッセージを見させていただきました。今日ですね、原告の方が来られています。ちょっと先ほど言葉足らずだったんですけども、カメラの場合については、首から下にしてください。ちょっと映像についてはちょっと申し訳ないですけども、ちょっと映像については止めていただきたいということで、原告の、A さん B さん、2名ですね、発言をしていただきますので、よろしくお願いします。ちょっとこちらの方でいきましょう。はい、ここでいいですお二人に流れたと、二人は私なんで、あれなんですけど、大体言いたいことがここも言われちゃったんですけど、まあ、ちょっと今日は平日なので、仕事だったんですけども、まあ、ちょっと無事はちょっと一回受けて、出てきて、ちょっと終わったらまた帰すぐ帰らなきゃいけないんですけども、同じような状況で、まあ、同じ住宅に避難している原告の方もさらにたくさんいますけど、ちょっと平日で仕事でなかなか来れないということで、皆さんちょっと、まあ、生きるのに精一杯みたいな状況なところなのに、まあ、県からがいろんな圧力をかけられて、まあ、提訴されそうになっているというそういう状況があったということもあって、まあ、追加提訴という形で、告知させてもらいましたので、
いろんな方のちょっと支援が必要な状況です。本当によろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお礼を言いたくて埼玉からやってまいりました。私を含めもう一世帯の方が埼玉で自主避難をしております。今日はお集まりの皆様、関係者の皆様、ありがとうございます。私は、原発の後、子供を妊娠し出産し、子供と2人で自主避難をして、10年経ちました。子供は今年10歳になりました。やはり望んでこういう生活をしているわけじゃないんですけれども、まあ、結果的にこういう形になってしまって、2人で生活している状況です。子供は、福島に住んだことないんですけど、まあ、自然が好きで福島も好きなんですね。なので嫌いになってほしくないなっていう思いもあって、本当はこういう裁判とかってちょっと慣れてなくてちょっとすごい緊張してるんですけど、皆様の力を借りて、まあ、いい形になっていったらいいなというふうに願っております。皆様に助けていただきながら頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあですね、今日、30分ぐらい、いろんなね、質疑の時間が取れる状態になってますので、ここから会場からの、その弁護団に対しての質問も含めてですね、お願いしたいと思います。挙手をお願いします。田中一郎さん、いいんですか、今日は。切り出しをお願いします。切り出し。ちょっと珍しいシチュエーションがあって、ぜひよろしくお願いします。今日ご苦労様です。基本的な質問をまず差し上げて、この裁判の被告は国と福島県でしょうか。それからもしそうだとしたら、それぞれに対して何を求めておられるかというのを一つ聞きたいと思います。それから柳原さんにちょっとお聞きしたいんですけど、内堀を裁判所へ引きずり出していただけないかどうかですね。これをあちこちでお願いしますけど、もう一度ちょっとコメントいただきたいんですが、以上です。今の最初の質問ですね、被告は誰かということは、このレジュメ配布資料の中に書いてあるんですが、被告は福島県だけです。で、国は、入っていないんですが、本当はこれは国が本来の当事者であるべきだという、考えもありまして、実はこの配布資料の裏の方に、これこちらのですね、裁判の論点が6つあるということをですね、書いたところがありまして、ちょっとやや専門的なんですが、でその、3番目、今回の国家公務員宿舎の無償提供期間の延長を打ち切ったというですね、これはそもそもこの打ち切りをするですね、権限があるのは、国であると、福島県知事ではないという主張もしています。でこれはまあこういう原発事故によるこういうその宿舎の無償提供の打ち切りの問題は法律の、献血穴であって、その穴をですね、本来なるべき、姿から解釈すると、こういうその決定は国がすべきであって、一地方自治体でやるべきことではないというですね、ことをこちらが主張しまして、ですから、これは本来国が決定して、国がそれに従って行動すべきことであるということは、この裁判であれば主張しているんで、事実上国が当事者、準当事者みたいな形で、この裁判では展開しています。また2番目の質問の内堀県知事の問題は、この、6つの争点のうちの、第4、第5、第6の3つは全部内堀福島県知事が2015年の6月に、2年後の3月31日をもって区域や避難に対する応急形住宅の供与を打ち切り延長しないというその決定をしたという、当事者なんですね。でこの内堀決定の違法性がこの裁判の
6つの争点のうちの3つまで全部これに関わっています。したがってこの3つの主張の、審理をやるためには、もう内堀知事の、関門というか証人尋問はもう、なくてはならない、もう必須の、この裁判の審理と柱だと思ってますので、うん、福島地裁でも既に主張していますが、東京地裁でももう間違いなく内堀知事の、証人尋問を実現してこの裁判の、ハイライトにしたいと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ他に、会長から、じゃあお願いします。すみません、理解が不足しているかもしれませんが、今までの、お話の中で、東京地裁に再提訴しました、福島県も提訴しました、この関係はどんなふうになっていくのかで、提訴する内容はそれぞれ違うと思うんですね。で、福島地裁 と、東京地裁の原告なり被告っていう呼び方はあまり好きじゃないですけど、同じ人たちなのかっていうことも含めて教えていただきたいと思います。すいません、千葉の丸と申します。ひょっとしたらもう経過報告の中であったかもしれないんですが、もう一回そこでだけかいつまんで言いますと、2年前に、福島県が4世帯の、その追い出しの裁判を福島地裁で起こしました。で、その時はその相手の方はいわゆるその2015年のですね、2017年4月から、2年間の政府天然と契約を締結していなかった人たちだった。それでまあその人たちが、もう2017年4月以降不法占拠してるから、出ていけということで訴えられていました。それに対して今回の避難者住まいの権利の裁判の原告になっている方々は2017年の、4月から2年間の政府テント契約を締結した人たちだった。ですから2年間はお金を払って、居住することができたんだけども、2019年3月末をもってそれも終了しちゃって、それ以降は結局は不法占拠者扱いになって出ていけというふうに言われていて、そういう人たちが今回ですね、3月31日に、福島県の出ていけという請求は、違法であって、それによって被った精神的な苦痛を、賠償しろという損害賠償裁判を起こしました。で、なおかつそれに対して福島県は反省するんじゃなくて、これで裁判とばかりに、この11名も、裁判で、もう追い出してしまえということで、その議案を福島県議会に6月議会に出したんですね。それでもってその、もしそれが通って提訴になると福島地裁に、提訴になっちゃうんで、そうさせないためにですね、こちらから東京地裁にそれと同じ内容の、内容ちょっと反対になるんですけども、我々には、明け渡しする義務はないし、その2019年4月以降 の、 その不法占拠を理由にした損害金の支払い義務もないというですね、そういう明け渡し義務のないこと、損害金の支払い義務のないことの確認を求める裁判を、6月29日に、追加提訴します。で、福島県議会は7月の、6日なんかで、ね、予定通り、議案が、可決されたんで、提訴するんだと思うんですが、一応本来では福島地裁で提訴する予定だったんですけれども、こちらは一足先に東京地裁で起こしたんで、もう福島地裁で起こしてもそれは東京地裁に移されちゃうので、今後は東京地裁でこの11名の問題は争うことになるという、そういうちょっと2種類の裁判がちょっと2年前に提訴で立たすと、今回今年提訴で立たすと、ちょっと時間がずれますけれども、2つの裁判が、同時進行でも行われるという感じです。はい、じゃあ他に、じゃあ高野さんと鈴木さん、じゃあ行きますマイク。
はい、原子力使用情報地で活動している高野と申します。福島県と、それを支える国 の、 この本当に不条理極まりない、この仕打ちに対して本当に勇気を持って裁判を起こされた原告の皆様に改めて、心からの敬意を表したいと思います。当室としても、しっかり連帯していきたいと思っております。その中で、やはりその社会運動としてちゃんと盛り上げていかなければならないなと思うんですけれども、まあ、一つこれから重要な、まあ、イベントというか行事があると一つ思っていて、まあ、それは皆さんもご存知かもしれないんですけれども、国内避難民の人権に関する、国連の特別報告者であるセシリア・ヒメネス・ダマリーさんが9月の26日から10月の7日まで来日して、まあ、その調査をするというそういうイベントが控えていると思うんですけれども、私としてはやはりちゃんと、そのダマリーさんに訴えて、まあ、この保険をちゃんと訴えて、その報告書にこの福島県の仕打ちが不当であるということをちゃんとしっかり報告してもらうということによって、まあ、社会的なインパクトが与えられるかなというふうに思っているんですけれども、このダマリーさんの来日に合わせた何か行動計画とかはあるのでしょうか。ちょっと僕の方で答えますね。セシアさんが9月に来日されるということで、その調査についての、まあ、水面下の話はあります。ただそのセシアさん の、 その調査の目的とその原告の今の現状と思いと、具体的にちょっと事前調整をやっぱりねしながら、具体的にそれについてその調査を受けるかということについても、実は今支援する会の方で、今検討中です。でやっぱりその現行の方たちも非常に、まあ、先ほど話したように本当にその勇気を持って出てきてくれてるんですね。でセシリアさん自身はやっぱりその国連のこの委員会の中で中立の立場で調査をしたいと、そういうことも含めて非常に僕らとしては、この動きについてよく知ってるんだけども、慎重にですね、対応していきたいというのがちょっとあってですね、そこについては支援する会がちょっと窓口になって、今検討中だということに留めてください。はい、じゃあ他に、じゃあちょっと待って鈴木さんの次にお願いします。はい、民の声新聞の鈴木と言います。これはまあずっと僕が言ってきてることなんですけど、なかなかその世論が共感してくれないというかですね、この間のその追加的変更、訴えの追加的変更の記事を書いた時にも、僕の記事に対するコメントでも、勝手に逃げといて、何わがまま言ってるんだっていうコメントもありましたし、それ以外のテレビ局だとかの報道に対するコメントもかなり厳しいものがありました。でこれは原告さんに聞くのはもしかしたらちょっと酷酷かもしれないですけれど、他の支援者の方でも結構ですが、この世間の無理解というか、それをどう乗り越えていくか、もしくはそのどうしてこう、まあ、11年経ったからこそより余計強くなっているのかもしれないですけれど、これをどう乗り越えていったらいいのか、そのあたり、もしくはその原告さんの方にですね、ぜひ堂々と言っていただきたいのは、どうしても自分たちはこういう努力をしているんだけれども、どうしてもこういう事情があって、出られないんだっていうあたりをもう少しこう世間に訴えていただいてもいいんじゃないかなとも思うんですが、そこはいかがでしょうか。ちょっとですね、原告の前にちょっと鈴木さんね、本人たちが努力してるんだけどというちょっと発言がね、まあ、あったんだけど、これは柳根さんも言われているように、これ人権問題ですよ、ね、それじゃあ努力してる努力してないかっていうその問題で、僕自身はちょっといろんな問題社会運動やる中で、そこでその論議をしてしまうと非常にやっぱり難しい問題になるなという実感です。それは努力という問題は最後自己責任の問題にね使われますから、それはそこはちょっと、僕の単純事務局の責任者としてちょっとね、いろんな貧困問題を考えた時にちょっとその論議に巻き込まれない方がいいなというふうに思ってます。全体的にちょっと武藤さん、今の鈴木さんのところでですね、なかなかその世間の理解が得られない、例えばその福島県議会で現状で言うと、本当にその、まあ、はっきり言えばね、その共産党しか反対しないというその世論なんかも含めて、今福島県の
世の状況も含めてどういうふうに捉えていて、どういうふうにその乗り越えていくか、ちょっとコメントだけでもいいからいただけますか。はい、福島県の現状っていうのは本当にこう事細かに分断されているというのが現状だと思うんですね。で、避難者の問題にしても区域内区域外でまず分断され、そして福島に帰った人帰らない人で分断され、それは本当に それぞれの問題ではなくてですね、政策が悪いんですよね。その避難者に対して あり方というものがきちんとされていないがために分断されていくし、そしてその分断を煽るというそういうことがなされていると思います。でそのなんていうかな、それがだから先ほどもちょっと申し上げましたけれども、これは本当に個々の個人の問題ではなくて、避難者に誰でもなりうるわけですよね。被害者には誰でもなりうる可能性がある、そのことをやっぱり私たちがみんな一人一人認識しなければいけないと思います。そしてそれをいかにも個人の問題であるというふうに思い込ませようとしている力というものにを気づにを認識してですね、それに抗っていかなくてはいけないんじゃないかなというふうに思います。じゃあ具体的にどうするかということなんですけれども、やっぱりそれは私はやっぱりその避難者の皆さんの現状を知るということだと思うんですね。で今日も勇気を持っていろいろお話しくださったけれども、そういった状況の中でやっぱり帰れないし、このような生活をせざるを得ないという、そういったその現状というものをやっぱり分かってもらうというのもとても必要だと思います。それは努力してるししてないというのは本当に別な問題だというふうに思いますし、やっぱり知らないからそういうさなんていうかな無理解というのもあると思うので、どんどんやっぱり知った私たち一人一人がもっと多くの人たちに知らせていくという、そのことが大事かなというふうに思います。はい、鈴木さんも重要な、論点だったのでありがとうございます。岸本さんお願いします。まず先ほど福島の状況をですね話されてましたけれど、そういう中で今回その裁判に立たれた原告の方にまず心から我々は最後の最後まで連帯して戦いと思います。それで先ほどですね柳田さんが言われたその公害をですねそのポイントにって言われたんですけど、先ほどちょっとダマリズさんの話も出たんですけれど、一番ポイントになっているそのいわゆる日本の場合は災害法で救済するけれど、問題はその放射能のですね公害の時にどうするのかということがないから、よく柳田さんが言われたようにここではやはり国際法を使って、そしてやはり国内難民の避難の権利を、いわゆるこの放射能から逃げる権利をですね日本に確立するんだって言われてるんですけど、もうちょっとこの辺をですね分かりやすくお願いしたいと思います。すいません準備不足でそこまで、ね、時間が来ちゃってパワーポイントが仮説パワーポイントを作れなくて、ご指摘のところが一足らずだったんですが、おっしゃる通りですね、その災害救助法は放射能災害原発事故の発生を想定してないから、そこの部分の具体的なその救助救済が全く抜け落ちていると、すっぽり穴になっていると。でその穴をその埋める必要があると。でそれはその、日本の国内法ではもうそのさっき言いましたように安全神話で、眠りこけてた日本政府は 国内の法体系にはそういう救済がないから、だったら世界 その国際法、一応日本が批准した国際法の中にですね、難民の人権保障、あるいは、国内避難民の人権保障、そういうものがあるんだから、それを、使ってですね今のその災害救助法の原発事故に関する穴の部分を埋めて、
解決すれば、正しい真っ当な救済ができるんだと。でそれがこの裁判 の、メインテーマで、実はその配布資料のさっき言った、6つの争点の最初の冒頭の2つ、これが、まあ、順番に重要なものから挙げているんですが、一番重要なのが国際人権法に基づく居住権が我々原告にはあるんだと。でこれはまあその社会権規約というその、社会権をですね保障した、11条1項の中に居住権の、規定があって、これのですね、内容をですねきちんと国内法に、反映させれば、本件の建物を、その占有する権限を避難者は依然持っているということをですねここで謳っています。で、まあ、これがこの裁判の、6つのうちの、まあちょっと法律的に国際人権法をですね直接国内法に持ち込むのか、あるいは国内法の解釈にを通して人権法を持ち込むのか、ちょっと、技術的な問題が2つあるので2つ挙げてますけども、どちらにせよ国際人権に基づく居住権をですね理由にして原告には、建物に住む権限があるということをですね、主張するのがこの裁判の本当にあのメインテーマなので、もっと詳細を言えて言えば1時間ぐらい喋れるんですが、あと2、3時間ぐらいので、岸本さんすいません、また改めてその機会を、持たせてください。すいませんでした。わかりました。よろしくお願いします。その国際人権法の居住権で非常に難しい、大変ですよね。僕は入管の問題でもやってるんで、非常にその立て付けとしていろいろ考えなきゃいけない。今日は住宅の問題でもかなりたくさんの弁護を務めてる林弁護士が来てるんで、ちょっとこのことで何かコメントあります？この居住権の問題ですいませんね、突然見ちゃって。そんなに大したことやってないので、ここで何か皆さんにお伝えしなきゃいけないようなことがあるわけではないんですけど、ただ日本の政策の中で非常に住宅っていうのは先ほど柳さんが言ったように穴になっているところは多いと思います。それは避難の問題に限らずです。衣食住というふうによく言われますけれども、一番住というのが基本になるところなんですけれども、ここについての手当が非常にお粗末だというようなことがあります。で国際的には多くやられている公によるですね住宅手当とかっていうのは日本にはないんですね。でそういうようなこと、それからあとは避難の方も公営住宅、都営住宅や県営住宅に入れれば、まあ行き先がなくなってしまうということはないんですけれども、非常に公営住宅が少ないで、入るための要件が非常に厳しいと。まあ簡単に言うと単身の若い方は入れないんですよね。障害をお持ちの方とかそういう例外的な方は別ですけれども、高齢の方あるいは家族を持っている方ではないと、そもそも入居資格がないとか、そういうようなこと、つまりもう住居の対策を民間任せ、もうとにかく自分でお金払ってアパート借りてくださいというようなことをずっとやってきたツケがですね、こういった避難をしなければならないっていう時にもやっぱり現れてきているのかなと、そういうようなことは感じます。すみません、僕が言えるのはその程度です。だからそれを改めるようなきっかけにも今回していきたいなと思ってます。はい、林弁護士はですね、住まい貧困取り組むネットワークやですね、実は大出し屋裁判とかですね、で範囲貧困の顧問の弁護士なんですね。ですから弁護団として多様な弁護士に加わっていただきたいということで、いろんなその専門の弁護士に入っていただいて、いろんな側面から、優先この戦いに挑むべくということですね、林さんにお願いしてます。小川弁護士、何かこの問題についてちょっと論点としてこういうことを考えているということありますか？佐賀さん、伺いますからね。はい、小川ですけれども、で先ほどね、他民の声新聞の鈴木さんからお話もありましたけど、やっぱりすごくこう世間の目が冷たいというか偏見なんですよね。で全く事実に反する、まあなんかね、その豊洲のタワマンに座ってるみたいな、そういう報道を一部その心ない報道がなされて、でそれがそのまま通ってるような状況なんですけれども、まあでも考えてみてください。でいきなりね、知らない土地に来て、で仕事も何もなくてね、でじゃあそこでどんな生活ができるかっていう話なわけですよ。でじゃあまあ、
やっぱりね、なんとかアルバイト探して、それで細々と暮らしていくしかないわけじゃないですか。今林弁護士からもね、公営住宅の話が出ましたけれども、だから本当にそういうところに入れれば、公的扶助のあるところに移転できていれば、こういうことにはならずに済むわけですよね。でそういう援助策がないところで、援助もしていないのに、一方的に出ていけと、そういう非常にこう理不尽な背景があるなというふうに思っているので、まあ、そこのところをやっぱり強く訴えていかなきゃいけないし、まあ、皆さんにもご理解いただきたいなというふうに思っております。以上です。じゃあ、もう今日弁護団全員発言ですね。じゃあ佐賀田弁護士お願いします。すいません、遅刻しすぎました。弁護士の佐賀田です。まあ、林弁護士、小山弁護士が言われたのに重ねてそんなに言うことないんですけど、僕自身この避難者の方の住宅問題、多分弁護団が一番最初に僕はご相談させていただいて関わらせてもらったのは一番僕は長いのかなと思ってるんですけど、ただその時からご相談を受けてるからか、僕は世間との自分の感覚というか感想のギャップってすごく感じていて、でというのも先ほどご質問にあったように、僕はそれは当然避難してやむを得ずこう東京に出てこられて住むところがなくてもともと住み始められたところなんだから、まあ、何とか国なり行政なりが責任を持ってちゃんと安定して進めるところを確保するところまでやるのが、それは当然、公約の責任だろうというふうに思ってますし、多分皆さんもそう思ってらっしゃると思うんですよね。ただ一方で、お前ら勝手に逃げてきたのに、なんそんなところでただでずっと住み続けてんだみたいな、それこそタワマンに座ってるみたいな言われ方する、あ、そっか、立場が違うと目線が違うと全然違う見え方がするんだなって、この方すごく感じたところで、さっきのご質問もまさにそういう趣旨で、言われてるんだろうなというふうに思って。でもう一つはこれは最近 の最高裁の判決で皆さんも聞かれてすごくこう落胆された方も多かったと思うんですけど、原発の事故に関して国の責任を認めないっていうところの判決が出たと、やっぱり僕もあれは非常に重く受け止めているところなんですけど、何を言いたいかというと、裁判所の中でもある種こう原発の問題をあれは国には責任を問わないんだということで一個決着をつけてしまったというふうにすると、結局今回の件、原発の問題があって事故があって避難せざるを得なくなったことに関しても国に責任がないんだと大きく言えば言ってしまったんだとしたら、当然じゃあ原発の事故で避難をせざるを得なくなった人に対しても国は別に責任を持たなくてもいいんだということになりかねないわけですよね。それを裁判所が言ってしまった状態で果たしてじゃあ今まさに東京で避難している人に対してどうやって、国、まあ、これは国ではないですけど行政あるいは公に対してその責任を持って、住宅の問題をちゃんと手当てしないといけないんだというふうに思っていけるのか、非常にこう今情勢としては劣勢に立たされたところで巻き返していかないといけない状況なんだなというのをこの間すごく肌身で感じているところです。なので当然どうやって巻き返していくかということをこれから考えないといけないんでしょうけど、やっぱりその広く世の中でこう非難されるというか冷たい目線を向けている、そこをどうやって巻き返していくのか、僕はやっぱり自分の感覚と世の中のズレが未だに埋まってないところをどうやっていったら見出せるんだろうな、そこをまだ悩みながら今日午前中も熊本さんと全然別のところでお話をしてたところなんですが、その間を埋めていけるものをこの裁判の中で探して訴えていくということが一つ大事なところなんだろうなと、そんな感じで思っているところです。ちょっと深々しい提案でもないんですが、そういう感想という現状認識でおります。はい、非常に、弁護団やっぱり一人一人喋ってもらうといいですね。柳さんに言ってるんですよ、はい、じゃあ、他に、じゃあ西山さん、はい、はい、すみません、ごめんなさい、フリーのジャーナリストの西山です。ですね、私もずっと実はこの20年以上ですね、人入管とか難民の問題と関わっていて、それで国際人権法の問題も、今までもいろいろ裁判になってます。今もいろいろ入管の長期収容問題とかで注目を浴びているところではあります。ただ本当に裁判官によっても全然やっぱり国際人権法をどう扱うかって全く違うので、積極的に採用してくれる人もいるけれども非常に極めて稀であるという
ことは、いまだに高いハードルとしてあると思います。それで、その国際親権法と今の日本の中の現状をどういうふうにこう間を埋めるかというときに、おそらくまあ災害救助法なんかがやっぱりまだ全然そのまあ時代に合って即していないというところもあると思うんですけれど、例えば阪神・淡路大震災の時に、その時に災害救助法の見直しもあったと思うんですが、今災害公営住宅に入っている人たち、最近、比較的最近ですけど、西宮とか神戸市から訴えられて、80歳以上の人がなんか退去を迫られているというような裁判もあったんじゃないかなと思います。ちょっと詳細今どうなっているかわかんないんですが、確かに原子力災害ということはあると思うんですけれども、居住の権利というところでやはりその、さっき公害のことをおっしゃってましたけど、それから災害に対するその避難住宅の居住権の問題なんかもやはり注目すべきなのではないかなというふうに思っているんですが、で特に原発事故の避難でもやっぱり関西だとその空気圧避難とか空気圧避難ってあんまりその分け隔てなく住宅に入るような施策も大阪とか京都とかいろいろあったようですが、そういったですね、原発事故でもその自治体によって対応が違うということもありましたし、国際人権法とその今日本の中でそういった住宅政策がですね、どういうふうに自治体が対応してきたかとかっていうなんか比較がすごい必要なんじゃないかなという気もするんですけど、その辺について柳原さんなり他の弁護団の方なりですね、でも過去 の, その日本 の, その居住権の問題をどういうふうにその国際人権法の、問題とこ う, うまくこうなんていうかな対応しているかというところを何か お考えがもしある方がいらっしゃったら伺いたいんですけど、いかがでしょうか。お願いいたします。今のお尋ねですが、実はこの裁判の準備の時にもおっしゃる通りですね、その国際人権法を使ってそのこの救済を求めるというのは現実問題難しいんじゃないかと、無理じゃないかというような、ちょっと率直な話があって、でちょっとあまりこれには大きな期待をかけてなかったんですが、たまたま私がこの一番暇な人間がこの国際人権法の担当になったので調べてたら、いわゆるその、国際人権法をですね、直接国内法に適用するというそういうやり方は確かいろんなハードルが高いものであるけれども、それだけじゃなくてもう一つ国際人権法のその、解釈を主張をですね、国内法の法律の解釈の中に、織り込ませて、それで国内法の解釈を変容というかその修正することによって結果的には国際人権法が国内法に適用される形になるというですね、ちょっと非常になんかテクニカルな方法、これを間接適用というんですが、こういう方法もあるんだということをですね、たまたま見つけて、でこれをちょっと使ってやっぱりこれは一応認められてるんだから主張してみようというので、実は福島地裁で2年前に提訴された親裁判でそれを主張し始めてしました。そしたら意外にもですね、裁判所はビビりましてですね、この主張を蹴るわけにはいかなくて、一応その無視したいけれども蹴るわけにはいかなくて、ずるずるその問題が未だに続いています。で26日にそのまた裁判があるんですが、いわゆるこの、国内法の解釈の中に国際人権法を織り込ませるというですね、そういうちょっとテクニカルな手法が、今回の裁判でもおそらくメインテーマになると思いますけれども、これは専門的ですけれども、結果的にはこれ極めて単純明快で、いわゆる序列論というやつですね、法律はそれよりも高い序列にある条約憲法に適合するように解釈しなくてはならないという、これは誰もが否定できない、基本原理で、これを使っているだけなんですが、ですからただ今までこんなことを使って、議論した人があまりいなかったんで、ちょっと、ある種ちょっと度肝を抜かれてるんですが、言われてみれば全く、不思議でも何でもない
ごく真っ当な方法で、この序列論という基本原理を使ってこの裁判の戦いを、まあ、展開していきたいと。ちょっとこの詳細はまた改めてお話しさせていただきます。とりあえず座るだけでしょう。あ、はい、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あ、その国内の今まで過去に起こった、まあ、自然災害とか、まあ、さっき言った原発事故におけるその関西の自治体の対応だとかの、まあ、自治体によっても違いがあるわけですけれども、そういったものってのは何かこの裁判ではやっぱりこうちゃんとそのもう一回それを情報把握していくとか情報収集していくとかいろいろ分析していくようなことというのは考えてらっしゃるんでしょうか。まあ、居住権っても非常にやっぱり原発事故の問題だけではないと思うので、いかがなんでしょうか。実は、まあ、国際人権法の問題をですね、そのどうやって使うかの時に、やはり今の阪神・淡路大震災の時の居住権の問題の時に国際人権法のことを取り上げた人がいたんで、そこにちょっと目をつけて情報収集しました。で、今もおっしゃるように明け渡しの裁判があちらで起きているんで、その裁判のその資料を集めています。ただそこでは国際人権法は正面から問われてなくて、私が集めた資料では、まあ、ちょっとその国内法の中での、まあ、解釈にとどまっているので、もうちょっと調べを続けるつもりですけれども、使えるものがあったらぜひこの裁判にも活用したいと思っています。はい、よろしいでしょうか。じゃあ他に林さんさ、例えば今国際人権法の話あるじゃないですか。日本国憲法25条、13条がね、いろいろ憲法の観点からのね、移動の自由とかその生存権の問題やそういう問題の観点から見たときに、この居住権問題ってどういうふうに使えるものってありますかね、その憲法上で。憲法上の視点をやっぱり訴訟で出していくというのも、これもすごく重要なことだと思います。で、ただまあ残念ながらというか、あまり日本の実際の裁判で憲法を正面から使って、それでじゃあ実際に裁判を戦う、あるいはそれで裁判所が動いてくれるか審理してくれるかというと、なかなかそれって正直難しいんですね。実際はその下には法律の解釈とかに、憲法はこういうふうに言ってるんだから法律もこういうふうに解釈すべきだというような感じのことで、まあ法律の解釈に憲法の理念を当てはめるというような感じで伝えていくというようなことが一般的には行われていると。で、だから今言われたような、日本の憲法で認められている個人の尊厳の13条ですとか、生存権25条ですとか、移動の自由の26条とか、ああいうようなことなんかが憲法で書いてるんだから、この条文の解釈もこういうような形で行うべきだと。先ほど内閣さんがね、こういう人権の問題なんだとおっしゃいましたけれども、こういう人権を実現するためにはこういう解釈をすべきなんだというような主張になっていくのかな。憲法そのもの、これがあるんだからこうだっていうのに直ちには結びつかないのが実際なんですね。なのでそういうような理念を掲げて、なのでこういうふうな条文の解釈を行うべきであるというような発想で戦っていくということになるのかなというふうに考えています。もう組み合わせですね。いろんな多様な論点をもとにも入れるしかないですね。じゃあ最後に一人、もう一人ぐらいいらっしゃればよろしいでしょうか。とにかくじゃあ、とにかくその社会運動化するということで、原発の問題やその原発避難の問題や、いろんなね、今のその人権上の問題で、僕はいろんな社会運動の人たちがこの問題に対して連帯をして作っていくってことについてね、取り組んでいきたいなというふうに思っていてですね、実は、今日会場のですね、貸してくれた山崎の子さんが来られるまで実は引っ張っていました。お、来た来た来た。はい。そういう意味で別に歩きながらなくてさ、毎日言われてですね。じゃあですね、今日国会議員で福島みずほさんが始まる前にも始まる前いなくなってるんで、この会場の集会場では、唯一国会議員の発言なんで、山崎さん、ぜひお願いします。あ、どうもすいません、遅参いたしましたというか、ギリギリになってしまいました。申し訳ございません。いや、本当ちょっとね、今日お話ちゃんとお聞きしてないので、また後でフォローさせていただきますが、まあ、とにかく今の政治はもうね、正義を本当に失った政治でございまして、まあ、その最たるものがね、この原発事故の問題だと思います。最高裁の判決もね、ひどいものでありました。そしてね、地裁ではなんだっけ、株主代表訴訟では13兆円のっていうね
なんか地方っていうかね、我々に近いところはしっかりしてるのにね、権力の方に行くとおかしくなるというこの日本の構図がもう明らかになっております。まあ選挙でね、我々は勝てないので本当に申し訳ないんですが、諦めずにとにかく、皆さんと一緒に戦っていくことをここでまた改めてお誓いを申し上げる次第です。もうこの、ね、住まいの問題についてはずっと私も取り組んでいるんですが、もうお役に立ててなくて、もう司会を受ける立場だとは思いますが、これからもですね、この夏秋にはたまりさんね、いらっしゃいますんで、それも一つのね、大きなきっかけになるんじゃないかと期待しております。4回ぐらい質問したんですよ、しつこく。それでなんとかね、呼ぶということで、彼らも折れたということだと思います。もう最後まで何回でも質問するぞって言って脅しました。最後はまあね、で一つだけ言うとですね、復興庁の担当者の方は比較的、私はですよ、ちょっと分かんないんですけど、誠意があって受け入れますって言ってくれたんですよ、ね、でそれが私は一つちょっと救いだったんですよね。ちゃんと受け入れますからって。で外務省はぐず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 言うんですよ。でも当の受け入れる本人のね、復興庁の担当者、まあ担当者もコロコロ変わってますからね、いろんな方いるとは思いますけど、私が最後接していた方はちゃんとはっきりと受け入れますって言ってくださったんですよ。なんかそれが私はちょっとね期待してて、まあ、そういったことが、まあ、政府の中でも少しね動いたんじゃないかなと。担当者だってね、心ある人絶対いるはずでね、そういう人たちは、まあ、自分たちでどうにもならないから、そういう海外からのね方を呼んで正してもらいたいっていう思いが私はあるんじゃないかと、そこはすごく期待して一緒にいろんなことを話した時にすごい感じました。まあ、これからもぜひ少しでもお力になれるように頑張りますんで、今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。とにかくもう山崎さん、これからもよろしくお願いします。もう山崎ここの頑張れ。ありがとうございます。瀬戸さんとも久しぶりでございまして、本当に会いに来ました。皆さん健康にはね、自分留意されて、はい、コロナも流行ってますから、ね、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、じゃあ今日最後にですね、今後このチラシに入ってますけども、今後の定期というかですね、その第1回の法廷が7月25日に13時半からですね、東京地裁で行われます。それで、傍聴券の配布もありますので、それで、入廷行動も入ります。それで12時半に、東京地裁前の方に集合をお願いしたいというふうに思っています。それで今日この会場に約35名ぐらいですね。49人。はい、ありがとうございます。マクさん、この間、市村さん法廷は何人ぐらい傍聴が入ってましたか？はい。98名をいっぱいにしたいんですね。ということは、今日の方は全員来るということが前提で、確保されて今日集会に来られていると思いますので、あと一人ずつ連れてくれば法廷がちょうどいっぱいになります。はい。でとにかくその法廷をいっぱいしていかないと、小さな法廷に移されたりとかいろいろやっぱりするんで、ぜひその第1回のその法廷については満員にしたいと思ってます。ぜひその12時半に来ていただきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ最後にですね、今日比較的前半静かな集会に終始していたんで、やっぱりそのね、原告さんもいらっしゃるんで、はい、じゃあその前にですね、忘れてたことがあってですね、今日の資料のところにですね、今こそ人権の旗を掲げて手を繋ごうというその文章があります。それをじゃあ小室さん、ちょっとこれを読み上げていただいた上で最後儀式をやりましょう。はい。今こそ人権の旗を掲げて手をつなごう。突然の原発事故によってふるさとを奪われ、
皆先で過労死で命をつないでいる人々の住まいを公権力が強制的に奪う、そんなことは21世紀のこの国で許されるのか。東京埼玉の国家公務宿舎に住んでいる11名の避難者訴訟が私たちに問いかけています。毎月送られてくる2倍家賃の請求書、期限付き立ち退き通告書、親族宅への圧力、2年以上にわたり福島県の必要な攻撃に耐えかねて東京地裁に精神的損害賠償を求めて提訴した裁判の第1回口頭弁論が25日月曜日に始まります。福島県はこれを逆手にとって立ち退きと2倍家賃請求の提訴議案を6月定例議会に提案、議会は可決しました。これを受けて原告弁護団は6月29日、いずれもその義務がないことを確認する訴えを追加請求、全面的に戦う体制を整えました。原発事故は何の落ち度もない人々の日常生活を破壊し、住まいを奪い、ふるさとを壊し、人生設計も粉々に打ち砕きました。あらゆる人権が踏みにじられたのです。国はその責任を認めようとしないばかりか、未曾有の被害に蓋をし、なかったことにしようとする政策を進め、福島県もこれに追随してきました。生存権に関わる住まいの保障の打ち切りをあたかも一般の賃貸契約誰かのように装い、強行に遂行しようとしているのです。2017年3月の福島県による一方的な住宅提供打ち切りは多くの避難者の命と生活を脅かしました。父親との別居を悲しんで命を絶った高校生、これを悔やみ精神を破壊された父親、波動不快に生じた溝に耐えきれず公園の木の枝に身を預けてしまった母親、数知れぬ二次被害、私たちはこれらの被害を悲劇を忘れることはできません。憲法は健康で文化的な生活の保障を国の最大の義務と定め、子ども被災者支援法は被害者の住まい、なりわいの確保を国の責務と規定しています。国際人権法は国内避難民である原発避難者の住まいの強制退去を禁じています。これらの全てに目をつぶって強行されようとしている追い出しは断じて許すことはできません。幾多の困難苦難の末に築き上げてきた人権保障の枠組みを権力によっていともたやすく踏みにじろうとする動きに抗して、今こそ人権の旗を高く掲げて声を掛け合い手をつなぎましょう。私たちはそのぬくもりの力によって歴史の逆転に歯止めをかける決意を確認させてここに宣言します。2020年7月15日福島原発避難者の住まいの権利裁判 7.15 集会参加者一同拍手。最後にですね、団結学校やりましょう、立ち上がってください。じゃあ、もう一言だけでやりますね。じゃあ、原発事故に遭った住まいの権利裁判に勝利するので、もう進めますのでお願いします。じゃあ行きます。カメラいいですか？ですね。じゃあ行きます。原発事故避難者住まいの権利裁判に勝利するぞ。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 頑張りましょう。以上です。じゃあ集会終わります。